早く使いたいものだな。
ここ認知世界の映像なの。この服新た Damn, flute, be not so sad. Keep your bones.
いいかい？ということは、おっと、じゃあ行こうか。ここが根城のようだな。あの台座がお宝の出現場所か。いろいろあったが勝ち上がってこれたな。支配人、土足で踏み込んでくるなんて野蛮ね。勝者には品位も必要よ。せっかくゲームでもてなしてあげたのにまだ満足していないようね。いいわ、そういうことならこちらにもそれなりの用意がある。ここから先は命の保証はない。真剣勝負よ。何が相手でも私は負けない。お姉ちゃん、潜入ルートは確保できた。戻って予告状を出さないと。予告状を出せばお宝が現れるんだよね。ああ、ターゲットに危機を認知させればあのモヤモヤが形になるんだ。お宝ってどんなものかな。それは人それぞれだから、鴨志田の時はメダルだし、マダラメは絵、金城は子供銀行券。お父様はプラモデルの箱だった。要はパレスの主の夢の始まりってことかな。欲望が肥大化する、そのきっかけとも言える。考えていても仕方ない。戻って予告状の準備だ。
凝ってますね。こことかこことか、いいんじゃないでしょうか。お、またね。ありがとうね。始めようか。どうする？おい。よし。おい。よし。お？よし。マジかよ。違いだったようだ。うん、お、だよな。よっしゃ。おい、ちょ。いいぞ。今日の箇所は、答えてください。これだ。その通りです。
ありがとう。できるかな。若葉の命日は毎年やってたが、会いに来るのは久しぶりだな。店が忙しくてなかなか来れなくて。いや、罪悪感で来れなかったんだ。若葉に怒られる気がしてよ。けどやっと胸張って若葉に顔向けできたよ。双葉の顔も見せてやれた。ずいぶん待たせちまったが、ちゃんと双葉と向き合えたって報告してきた。ああ、それとお前のことも紹介しといたぞ。バカ、礼を言うな。こっちだ。そういや、揃って顔を合わせるのは今日が初めてになるんだな。宗次郎、なんで半笑い？これは心から笑ってんだよ。うん、その顔好き。ああ、そうだ、報告しとくよ。火災から電話が来てな、双葉の叔父が訴えを取り下げたらしい。お前なんだろ。あいつもいつか嫁に行く日が来るのかね。あいつ将来絶対いい女になるぞ。なんてったって若葉の娘だからな。ったく、娘を持つ父親ってな、こんな気苦労してんのかよ。店を手伝わせるだけのつもりがよ、守るべき家族があったことまで気づかせてくれやがった双葉と、それとお前な。頼りになんねえかもしれねえけど、何かあったら遠慮せずに言えよ。そん時はお前の力になる、家族として。あとはそうだな、俺の教えられること全部教えてやる。もうお前は一人前だ。まだまだ恩を返すには足りねえが、俺にできんのはそんくらいだ。我は汝、汝は我、絆は反逆の翼となりて、今こそ汝、法王の究極なる秘王に目覚めたり。言っとくが、双葉とそんなんとかできれば勘弁してくれな。お前にお父さんとか呼ばれるのは想像ができ。まあ、でもお前なら。さっきから何話してんの？何でもねえよ。お腹すいた。カレー。はいはい。
えるか。マスターが貸し切りだって。コーヒーとかもおかわり自由だよ。って普段からガラガラじゃね。ご主人のご厚意だぞ。細かいツッコミは抜きにして甘えとこうぜ。予告状どこに出すって話だよね。でもこれだけ騒がれてるといたずらって思われない？僕がサエさんのデスクの上に置くのは顔パスでいけるし。やめた方がいいぜ。お前しか入れないルートじゃ足がつく。私がやるよ。家に届いたってことにする。確実で一番リスクが低い方法。何を聞かれても知らないで押し切るから。それじゃ誠が。どうするリーダー、誠に任せてみる？誠への負担が重すぎるな。大丈夫だよ。危ない橋なら嫌ってほど渡ってきたんだし。じゃあお願いするよ。引き受けてくれてありがとう。その分僕も頑張らなきゃな。じゃあ侵入場所は裁判所の前で。集合時間は18時でいいな。了解。いつも通りね。じゃ明日に備えて解散。その目に我を忘れ出世欲に取りつかれたる嫉妬の罪人新島紗江殿。出世のため不正義すら正義と唱える不実。心の怪盗団より。ポストに入ってて。本当によこすとはね。罪人でもない私を改心。バカにして。都合の悪い人間を消したいだけのくせに。いいわ、先にこっちが捕まえてみせる。怪盗団捕まえたら
お姉ちゃんが取り調べするんだよね。地下のなんとか室で。どうして？ううん、前にそんなこと言ってたから。ええ、そうよ。地下の特別尋問室で。時間は限られてるけど、絶対吐かせてやるわ。正々堂々行きましょう。そろそろ戻るから。こんな時間だけど、部長に連絡した方がいいよね。この仕事が片付いたらちょっと落ち着くと思うの。そしたら二人で温泉でも行こうか。お姉ちゃん、私ね、お姉ちゃんの味方だよ。誰にも手出しさせないから。変な子。電話。じゃあ私部屋行ってるね。夜分恐れ入ります。新島です。お耳に入れておきたいことが。怪盗団からの予告状です。私宛て。大気？しかも捜査の指揮権を別の者にって。あ、いえ、そのようなことは。はい、承知しました。指示があるまで待機を。はい、失礼します。本番ね。準備は大丈夫？行こうか。さあ、今日で型をつけるわよ。絶対に負けられない。行こう。ショータイム。今度はどんな勝負です？何出してきても勝ちますけどね。私を追い詰めてるなどと考えているのなら、それは大きな誤り。
ここなら思う存分暴れられるから案内してあげただけのこと。お姉ちゃん。お父さんが殉職した時、犯人を心底憎んだわ。正義の殉職って言えば美談だけどね、残された方はたまんないわよ。私がどれだけ苦労したと思ってるの。僕の買いかぶりすぎでしたかね。もっと高尚な言い分だと思ってましたけど。まさに暴走。こんなの間違ってる。正義は悪に屈してはならない。私は勝たなければならないの。ただの独りよがりだ。どちらが正しいかは戦って決めればいい。何をしてくる気だ。もう恋は関係ねえ。ルールなんざ付き合うかよ。いいえ、あなたたちは従うしかない。すぐに理解することになるわ。今のは来なさい。救うんだろ。最大限に注意してかかれよ。正々堂々行きましょう。よし、行くぞ。邪魔だどけ。なんだ。さあ、もちろん暴力行為は禁止よ。ルールは守ってもらうわ。だから今さらルールなんて従うわけないだろう。構わないわよ。そういう人にはペナルティを受けてもらうだけだもの。ルーレットしないとペナルティーらしいけど、どうする。あなたにはボールがどのポケットに落ちるか予想してもらう。さあ、一度目の勝負の時間よ。どこにかけるか選んでちょうだい。十中八九イカ様だろうが、奴にそれを言っても聞き入れないだろう。ここは素直に従って、まずはイカ様の証拠をつかむことにしないか。僕もそう思うよ。さあ、どうかけるの。結果を見てみましょう。やはり負けてしまったか。何か分かったか、ジョーカー。本当か。どういうイカ様だ。一瞬浮いたような動きをしていた。なめた真似を。なら言い逃れできないよ。イカ様の瞬間を抑えてやれ。ガラスで蓋をされたらポケットを狙撃するんだ。誰に狙撃させるか指示出しを頼んだ。イカ様とはコケにしてくれる。俺が行くのか。
この銃でもなるべく近づけば。俺が行くのか。なら全力を尽くそう。よし、実行する。正々堂々行きましょう。スクリーンの毎回賭けの立つ。派遣者が狙撃地点に到着。あとは次のルーレットを待つだけだな。さあ、ベッドの時間よ。さあ、どうかけるの？今度こそ予想が当たるといいわね。ってことか。ジョーカー、
こいつはチャンスかもな。ルーレットで勝てば戦いが有利になるぜ。来い、いただいていく。これはペナルティ。そうか、大丈夫か。どうか、大丈夫か。
ガチだからね。これで時間だ。感謝する。
シャドウにそこまで。黙って。すまない。俺らお宝探してくるわ。まこと、法で裁けない悪を明るみに出して断罪すること、それは間違ってないと思う。怪盗団だってそういう意思で動いてる。でも手柄のために強引な捜査をしたり、真実をねじ曲げようとしたり。ねえ、検事になるって決めた時の気持ち思い出して。それがお姉ちゃんの正義でしょ。私の正義思い出して、昔のお姉ちゃんを。私は新島さんもお父様もそう。何がきっかけで変わっちゃうの。確かに欲望が原因といっても、歪んで偏った思考に陥るなんて本人の知らない原因でもあるのか。あったぞ。これで捜査が正しく動く。君たちの容疑も晴れるだろう。君との取引、いい経験になったよ。よし。探偵の僕がまさか怪盗なんてね。まさか君も僕もこれっきりさ。そういう約束のはずだよ。忘れてないよね。長居は無用だぜ。平気か。大丈夫、行こう。あ、敵の反応、いつの間に外に集まってきてる。マジか。どうなってやがる。なんて数だ。やばくない。主も倒してお宝まで取ったのに、シャドウたちのざわつきが収まらない。どうなってる。何か起きてんのか。まだ来る。放っておくと危険だ。ん、とにかく動くぞ。すぐに黒服がなだれ込んでくる。囲まれたら終わりだ。この人数で固まってたらすぐ見つかっちゃう。分かれて逃げないと。でもそうなるとおとり役が必要に。ダメ、危険すぎる。ジョーカー、あなたまさか一人でおとりをやる気。よせよクイーン。こいつ無口だけど一度言ったら聞かねえんだ。死なねえだろ、お前なら。無茶しないでね。帰ってこなかったら許さない。我が輩との取引の途中だからな。さっきより集まってきてる。まさに後ろ髪引かれる思い。急いだ方が良さそうだ。また後で。